昨日ちょっと考えたの、ベスト3を、うん、どういうお題あるかなと思ったらめちゃくちゃあるなと思って、例えばなんか病んでる時とか、うん、なんかその、まあ、なんか問題を1個提示して、うん、その問題を解決する方法ベスト3とかもあるし、うん、まだかさっきお前が言ってた、スーパーで、うん、お母さんだと思って呼んだらお母さんじゃなかった時の対処法ベスト3とか、うん、そういうのも問題じゃん、うん、っていうのもあるし、まあいろいろあるなと、まあいろいろある、本当にいろいろあるよ、まあ、ネタは尽きないなと、ということで、まあただそんなネタは尽きないんだけれども、まあ俺ら結構なんだかんだ年取ったじゃん、うん、もう10代ではないと、うん、でそんな時に俺が思ったのが、うん、ということで、まあ俺が思ったのはパンチパウダーのベスト3、このコーナーはパンチパウダー愉快な仲間たちが世の中のありとあらゆるもののベスト3を独断と偏見で決定するコーナーである。今回のテーマは10代の頃にやっておけばよかったことベスト3。あーね、10代のうちに10代でしかできないことベスト3、10代でしかできないことベスト3、はい、をちょっとまあね考えようと、まあヒロヤンも俺もやっておきたかったこと、ああで、もう何だろうな、一般的にもうこれはやっとけよっていうようなことを独断と偏見で、そうなるほどね、もうまあ俺らの考え、俺らが例えば10代の子たちに向けてこれだけはやっとけよっていうことをのベスト3を今回ちょっと話し合おうということで。なるほどね、うん、まあ市場でプライベートでいいから、ヒロヤンがやっておきたかったなって思うことで、今もう20代になって、うん、もうできない、絶対できないっていうことはある。20代になって絶対できない、絶対できない、まあ、確かに10代の頃って俺ら、まあそんなお金なかったじゃん、まあ今お前もないけど、でもまあ今よりも使いづらかったじゃん。そうだね、だからまあ結構俺ら20代になってやれることは増えたんだよ、うん、でも逆にやっぱ10代でしかできないようなこともあるんじゃないか。なるほどね、うん、そうだね、10代の頃にやっておけばよかったこと、うん、結構俺高校生活のイメージが強いからな、けど俺の中では個人的なやつだと思って部活かな。部活？うん、帰宅部だっけ？俺帰宅部、高校は帰宅部だよね。うん、ぶっちゃけね、俺も高校帰宅部じゃん。うん、ああ、部活は結構あるかもね。大学のね、部活もあるんだけど、うん、大学生の頃は正直そこまで部活に重きを置かなくていいと俺は思う。ああ、大学生の頃は部活はあんまりやんなくても、そう、他にやれること、大学生は他にやれることがいっぱいある。まあそうね、大学生ってそうだよね、部活頑張るよりかはもっと他にやった方がいいことたくさんある。あるね、そうだね、そうで、結構ね、そう、コミュニティも部活だけになっちゃうから、それもあんまり面白くないんだよ、ああ俺の中で。ああ、だから俺は結構部活なんかよりもそういう、もっとその授業の友達とか、そうなんだろう、結構他の学校の友達とかもいる、そういうやつらとも結構つるむような機会を持ってたね。なるほど。そう、でもまあとりあえず、まあとりあえず一個部活ということで、まあ部活の案になりますと。そう、他に何かある？他にでしょ、他にはね、そうだな、他に、まあね、あと勉強だな、授業ちゃんとしよう。勉強？そう、俺勉強はいいかなって思うんだけど、結構ね、重要だと思う。いや、俺はね、勉強はあんまりやんなくていいかな。勉強さ、うん、勉強ってそんなに大切？いや、勉強をする、勉強で得られる知識じゃなくて、勉強できるっていうことが大切なの。大体の人は多分ね、勉強する癖っていうのを身につけてもらってもいいと思う。勉強する癖？そう。でもまあ大人になったらさ、勉強ってしなくなるじゃん、自然と。うん、けどね、できなくなる、学ぶことが。
すぐ面倒くせえってなるから。いや俺はね勉強はしなくてもいいかなって思ってる10代の頃。嘘。そんなに。いや本当になんか自分の趣味とかあれば、うん、そっちに。なんか10代って結構本当にもう生命力強いじゃん。そう。だからなんかそれをなんか勉強に費やしたところでなんか成功する人もいるだろうけれども、まあ、失敗する人もまあいるじゃん。そうだからその何正直言って大学でじゃあ俺勉強した？してないね。でしょ、うん、大学だったら別にさ勉強だけに注力しなくてもいいじゃん。はっきり言って勉強しなくても学校のさえ手に入ればみたいなところがあるじゃない大学は。だから真面目に勉強しなくなるんだよほとんどの人。でもあの結局さなんか10代の頃ですげえ勉強してても大学生になってからあんまり勉強しなくなるんだったら勉強すごい頑張ったところでっていうのはない？ああけどそうか、うん、俺の中でも結構そのいや勉強してたら普通にちゃんと授業も受けるじゃん、うん、で結構なんか成績って大切だなって俺は思ってて自分の中で。俺は全然思わない。なんかさいい大学行ったところで就職できないような人もいるじゃん、うん、なんか性格的な部分で。それよりかは普通になんか人生経験をいろいろ積めばいいんじゃないかなっていうことで。勉強すごい頑張る人って本当にもう学校行って帰ってからも塾行ってとかで結構大変じゃん。ずっと勉強のことばっかじゃん。いやそこまでは注力しなくていい。はっきり言ってその授業をちゃんと受けるってこと。勉強するってこと。授業を受ければいいね。そうちゃんと先生の話を聞いてその授業中の期間だけはちゃんとしようって。うん、正直言って俺放課後は別に勉強 しなくてもいいと思うよ。それはだって部活とかあるんだしやる人は。俺はだから俺は授業中に、うん、まあ言っちゃえば授業中に寝ない。お前すげえ寝てたじゃん。俺は寝てた。あお前そうけど、うん、何なんだろうねこのね時間の無駄になるんだよ寝てても最終的に。例えばさお前さ授業中寝るんだったら他のことしようって思うでしょ。授業中寝るんだったらって。そうお前だったらさ、うん、授業中ちゃんと聞いてた？まあ普通に座ってた。普通に座って勉強してた？まあ普通に先生の話聞いてた。でテスト前勉強した？まあした。したでしょ。っていうことは普通の普段の授業さそこまで受けてないっていうふうになる。それと今度は違うんじゃない？俺の感覚だと普通に授業を受けてるとさ、うん、そこそこの点は取れるわけじゃん。ああだからテスト勉強っていうのをあんましなくていいような気がするんだよ。俺結構その期末で詰め込みで集まるとかあったあのまあ勉強しとけばよかったじゃん、うん、でもあの授業中ちゃんとしとけばあの他の時に勉強しなくても済むっていうようなことじゃん、うん。結局どうなの勉強は。勉強そのもの、うん、勉強そのもの。勉強そのものは、うん、別に俺はした方がいいと思うけど。俺はね、あくまでね。お前はあれじゃん全く別のジャンルじゃん。いやなんか俺は正直言って中卒とかでも普通に働いてる人いるじゃん、うん、もうやっぱりそいつはまあ普通にさ生活できてるわけじゃん、うん、あいつすごい勉強しなかった。まあしてねえ。全然してないじゃん。でもまあ生活できてるじゃん、うん、で、なんだろうな、勉強ってじゃあ何なの？勉強できたら幸せになれる？まあ幸せになれるとは言えない。勉強だけじゃ足んないですよ、うん、勉強が全てじゃない。だからただやっぱり例えばその中卒の方々とかいるけど、うん、その子がそれで満足しているかですよね。それは話聞かないとわからないけれども。あいつなんて大学行く行く詐欺だぜ。あいつは高卒じゃん。あいつはねよくわかんない。いやなんかまあ高卒で働いてる友達いるじゃん。後で花火やるけど。一緒に花火やるけど高卒で普通に働いてますと、うん、で高卒じゃん。高校で働く。でもそのさ働いてるのにさなんか充実感を覚えてない。
なんかそこにもうここでいいやみたいな、若干このここでいいや、でもまあ大学には行きたいんだよねみたいな、みんな行ってるからみたいな感じじゃない。だからみんな行ってるから、みんな大学行ってるから、まあ、自分も勉強しなきゃいけないっていう先入観が強いんじゃないか、10代はみたいな。だから親もさ、やっぱり勉強しろって言うけど、例えばなんか自分がアーティストになりたいと、でギターをすごい練習したいとなったら、もうギターすげえ、まあ、まあそれも勉強だね。まあただあのそうだね、ギターをすごいだから練習するじゃん、そしたら親に勉強しろみたいな、勉強どうなってんだって言われるじゃん、でも俺はギターリストになるんだみたいな感じの子は、なんか本当もなんかずっとそのギターも練習しとけばいいんじゃないかなと思って。まあそうだね、やりたいことが見つかってる人、あの勉強っていろいろあるじゃん、教科書を開いて勉強するっていう勉強もあるし、まあ普通になんか社会人になっていろいろ上司から教えてもらったことをまあ必死に覚えようとする勉強っていうのもあるじゃん、まあいろいろあるじゃん、だから勉強っていうよりかはなんか一個の自分に必要なスキルを身につける努力だと思うんだよ。それを10代の頃にやっておく。ただ10代ってさ、本当にもうなんか20代30代40代よりかは一個のことに集中できるじゃん。そうだね、そこは重きを置きたいね。そう、そこでだから好きなことが俺的には、好きなことをめっちゃやるみたいな。時期だね、好きなことめっちゃやるのが俺はいいかなと、勉強よりかは。お前はどう思う？俺ね、今だってやりたいこと、好きなことめっちゃやるって言ってるじゃん、それやってるやつどれぐらいいるっていうこと？例えばお前はさ、好きなこと見つかったらいいじゃん。今は YouTube やってるの、今は本当にもう YouTube 好きなの、動画作るんだ、だからまあ 今はだからこれだよね、好きなことめっちゃやってるんだけれども、まあ高校生の時とかから、まあ、YouTube で動画作るっていうことを知ってれば、まあ、そっちもっとやっ、だから今はもっと早くやっとけばよかったなって思ってる。ああ、だから結構高校時代にやりたいことって見つからないような、そだからやりたいこと見つかったら見つかったで好きなことめっちゃやった方がいいんじゃないかなって思う。うん、それはそっちを思うんですよね。お前はだから勉、まあだから、まあ、やりたいことが見つかんない人は見つかっ、とりあえず、まあ、とりあえず勉強しとくみたいな。そうだね、不縁と努力みたいな。まあ、なんかさっきから俺言ってることブレブレなような気がするんだけどさ、まあ、話し合ってていろいろ変わるわ。うん、まあ、見つかったら好きなことをすごい頑張ってほしいんだけれども、分からなかったら、まあ、何やればいいのか分からないっていうんだったら、とりあえず勉強してしといて、とりあえずいい大学に行って、そしたらまあ視野も広まると。まあ、とりあえず分かんやりたいこと見つかってない人はとりあえず勉強しとけばいいんじゃないっていうのがお前の意見。そう、まあよく言うんだけどさ、けど自分将来何したらいいか分からないとかさ、いるね、目的がないのに勉強して意味があるのかって言う人いるじゃん。ああ、そういうやつって大体さ、自分のやりたいこと探さないじゃん。探さないっていうか、まあ何で出会うか出会わないかじゃん。いや、出会う努力をしなかったら意味がないじゃん。まあいろいろね、まあだからいろいろ経験するっていうのそう、だからそれが10代にはできないんだよ。まあ枠組みがあるだろうね。まあ学校があるもんね。そうで、バイトできないとかってあれ、うちら進学校だからさ、バイトも免許も取れなかったじゃん。うん、だからね、結構だから、けどせっかくさ、俺らの時はなかったけどさ、今ネットとかあるじゃん。俺らの時もあったけどそんなに俺の代ではさ、だってスマホだってさ、スマホは最近だね。最近じゃん、でなってきて、ちょうど入り始めたのって俺らが高2ぐらいの時は。 LINE とかは高2ぐらいだったね。そうそう、今せっかくこう調べられるものがたくさんあるのに、俺探さないっていうのはどういうこと？探すってどうやって探すの？だっていろいろあるよ。今だって俺の知り合いだったら、あれ大学のオープンキャンパスいろいろ行ったりとか、普通にネットで自分の今興味あること調べたりとかっていうこともできるし、なんだったら話を聞くだったりっていうこともできるわけじゃん。
いろいろ調べる。調べるっていうか探す、自分の好きなこと。自分の好きなこと。結構まあ出会えたらそれに越したことはないよね。たね、うん、まあ出会えたらそれに越したことないけど、出会えたなら、まあ、出会えたら好きなことめっちゃ頑張る、めっちゃやると。そうで、出会えないやつは探そうって、まず探すで、先生に聞くなりするでもいいし、なんだったらボランティア活動でもいろいろできるし。俺さ、一個いい、ここでちょっと問題発言するんだけど、うん、先生嫌いな、あ、人によって人によるそれじゃ、教師だけど、まあ人たくさんいるから人によるわ。だからそれ若い先生だったら、ね、あ、まあ、俺も教師全員嫌いってわけではないんだけど、俺もまあ何人か今まで付き合ってきた中でいろいろ好きな先生に言ったよ、うん、でも基本的には8割方嫌い。ダメだっちゃったんで、あのね、一個一個の話題に関してすごい熱論しすぎてて、うん、知ってる、俺どこで戻せばいいのかなってお前が教師語り始めた時に、教師関係ねえもん。そうだ、10代の頃にやっておきたかったことだから、まあ、だからとりあえず結論として勉強はまあ入らないか、まあこれから、これ以降か、あのやっておきたかったことだから、うん、まあとりあえず部活は3位に置いといて、勉強はちょっと後に回すか。勉強はまあ、うん、他に出てきたらまあ部活上げて勉強入れるかなんだけれども、うん、10代の頃やれることってあんまないからね。何かありますか？そういうでかいことしかないじゃん。なんかもう規模がでかい。例えば勉強っていう具体的なことじゃないじゃん。うん、毎年海に行っとけばよかったとかそういう具体案じゃないじゃん。勉強っていうでかい。高校でそんなことできるかな？もうちょっとそういうなんだろう。彼女作るとか、あとは親孝行とか。あ、うん、けどね、旅出るのからね、やっといた方がいいかもって思う。10代。うん、旅？金ある？いや、あ、金がないからいいね。熱い。時期たね、金がないからいいんですよ。まあ、金がないにしても、まあ、お年玉とかを貯めていけるじゃん。なんだっけ、青春切符だっけ。あー、なんか電車の割引される、うん、あれ18歳ぐらいじゃん。あー、そうだったかな。少ない額でいろいろ楽しもうってなって、しこうなんか工夫したりするのって意外と楽しいから、うん、俺は好きだった、そういうの。で、そういうことでもっと大きく、まあ、いろいろ海行ったりとか、県外行ったりとかして、した方がいいかなと思う。あ、で、青春18切手なんだけれども、うん、年齢関わらないらしい。初めて知った。大人でも青春だぜ、みたいな。なんだそれ。高校の青春の頃もね、でもね、俺チャリで移動したりとかっていうの好きだったから。そう、俺もね、チャリ旅は下の友達と、うん、まあ、1日かけてだけど、うん、でも、まあ、1泊とか2泊とかそういう野宿してやるっていうのも結構楽しいだろうなって思う、うん、まあ、まあそれは10代しかできないかもね。大人になったらお金あるし、旅行行こうってなったら旅行みたいなおしゃれな感じになるけど、そういう暑苦しい、なんだろう、俺ね、どっちかって言ったらこう予定ガチガチに固めてやるよりは、うん、ぶられたりの方が好きだから。あ、そっちの方が好き。ぶられたり、うん、ただち、うん、そうだね、まあ何かためになるってわけじゃないけど、いい思い出にはなる。思い出にもなるし、やっぱその一緒に行った友達とも、まあ本当にもう絆深まって、まあ大人になっても一緒に遊べるみたいな感じにもなるし、まあ結構、まあだからそういった面では勉強とかで教科書では開けないようなことをまあ学べる経験に。お前今すっごい空虚だと思ったんだけど。空虚？本当に？勉強では学べないところを学べるっていう。勉強ってだってさ、覚えたところで忘れない？まあ、使わなければ忘れる。忘れるじゃん。けど経験したことって忘れなくね？俺は忘れるけど、一般人は。10代の時だから、そう、俺がね、あれ10代の時に何をやればよかったかなっていうのが全然思いつかなかったから、まあ、この問題にしたんだけれども、
あーなるほどね。そうだな。まあお前なかなかにリア充してたからな。してたってリア充ってどういう、うん、てかお前、うん、いろいろしてたね。まあ彼女はいた、うん、けどまあそれいたからってデートしたとかはあんまりしてないんだけれども、まあ一般的な10代のアベレージよりかは、うん、多分ここら辺にいた。俺は多分それね、全体賞にしてさらに1段階下ぐらい。お前ここら辺でしょ。そのさらに1段階下ぐらい。ここら辺、そう底辺ここで。ただあのね、学生時代にそういう一軍というかなんかイケイケの子って、うん、意外と大人になったらあの、あ昔は俺はこんなんだったぜみたいな自慢話しかしないじゃん。どうなんだ今をときめけない。あどういう自分、いやなんかそうじゃん、なんかお祭り毎年、地元のお祭り毎年行ってるみたいなイメージ的に、まあ、絶対いるじゃん。で、まあ結構すぐ早く結婚とかしちゃうじゃん。あー、本当ね。そうそうそう、だからなんか俺らってさ、まあ、そう考えたらまあ20代ぐらいが勝負みたいなもんじゃん、俺らの人生って。でもその子たちって多分10代の頃に、多分その一軍にいたことによってなんかピークがね、多分10代なんで。わかる。あ俺はなんか20代くらいにもう20、俺は20代にちょっとねやること全部やりきろうって思ってるの。なるほど。でお前みたいなやつって逆に30代40代くらいからあの前いろいろちょっとなんかスロースターターって多分一軍にいないと思うの。2軍3軍ぐらいだと思うの、うん、人生。ただ本当に最下層は本当引きこもりとかニートとか親に飯もらってるみたいな風な人生になっちゃうと思う。やってよかったことは今でも強める友人作ったこと。あー友人を、うん、俺最初つるんでたやつらと多分今つるんでるやつは全然違うから。そうね、それがね意外とベストナンバーワンかもしれない。なんかやっぱ20代とか大学生になってからの友達って高校生までの地元の友達とはちょっと違うじゃん。違う。でなおかつ社会人になってからの同僚とかそういうまあ同僚みたいな感じじゃん、うん、で職場の人間とかじゃん、うん、本当にやっぱ子供時代に一緒に遊んでた子って、まあ、時々大人になってからも会うけれどもそっちの方が絆は強いような気がする。じゃあまあベスト1位はじゃあまあこんな感じでいいかな。ベスト3は3位は部活、うん、2位がブラビ旅、1位が親友とめっちゃ遊ぶ。まあとりあえずこういう結果に至ったということで、はい今回はこういう結果でした。はい終わり。はいということでもしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあねバイバイ。ということで10代のうちにやっておけばよかったことベスト3は以下のものに決定。でも勉強は毎日コツコツするんだぞ。